ということで、再会じゃい。北への再会をさせていただきたい。夏にね、唐突にブツンとやめてた北へシリーズですけども、わざわざ今日12月28日に始めてるのには理由がある。なぜならば北へは12月28日から再開なんですね。ゲーム内で。前回5月18日にやったのは8月31日かな。え、こんな日付にやったんだっけ？ほんまに？ということでね、ターニャ編を終わらして、夏に終わらして、冬来たる。12月24日東京。これね、12月24日に動画を上げようかなと思って、一回起動してみて、で、起動したはいいものの、12月24日だったら一瞬で終わるから、28日にしようかなっていうことで28日にしました。だから、北海道に着くのは28日なんですね。去年まで鬱陶しく感じていたこのイベントも、クリスマスのイベント。シーストリーは、ラジエストラ。今のところ俺喋んない方がよかったな。貴重な坂本マーヤのロシア語が、工芸館。なんかガラス工芸があって、今、ないとかあるとか。小樽工芸館がないのか。なんなんだっけ、なんかないらしいんだ。この時には、当然そうだけどさ、この年にはまさかクリスマスがこんな風になるとは思ってないよね。コロナで。まあ去年の時点でそう思わないけどさ。だってまあわかるよ、このカード一つでこんなに明るくなるなんてね。でも現実クリスマスは一人で過ごしてるけどね。そして今日がアルバイト最終日。稼いだお金の大半を使って、僕は札幌行きの往復空港券を買った。札幌行きっていうか小樽行きなんですけどね。いや、札幌行きか。まずは札幌でした。イエーイ。12月28日。これを見て、12月24日に動画を撮ろうとして、28日のこの字を見て、あ、まずっと思って、やめたんですね。だから今日この動画で、なんとか28日中にあげたいけど、さあ、時間としてどうなのかなっていうのは今思ってるところ。もしかしたら28日に上がらないかもしれない。そうだったらもう本末転倒なんで、あーってなる。あはー。北への本領発揮。ここからがね、夏の北海道は北海道じゃない。冬の北海道こそが北海道だと思ってるアザラシさん。でも実際に冬の北海道に行った経験は過去に一度しかない。北大の、前期模試を受けに行った一回しかないけどね。北海道大学に。今回の旅には一つの目的があった。札幌は今ホワイトイルミネーションの真っ最中だ。そして、大晦日の夜、イルミネーションカウントダウンで、年越しのキスをした恋人たちは永遠の幸せが約束されるという。このゲームのせいで俺は北海道大学に行きたかったのかな。どうなのかな。こういう伝説はおそらく、なんか時期違う気もするんだけど。おそらくあちこちにあるものだろうし、北海道に行きたかったのは北へのせいではなかった気がするんだけどな。多分動物の医者さんとかかな。もともと北海道が好きなの。なんでかね。だからこそ信じられる何かが欲しかったのかもしれない。およそ20年前の坂本前野の声っていうだけ。そうでしょうか。まあね、めちゃくちゃクタな動画上げまくったからね。ああ、上から綺麗になったね。おかしいよ。初対面で。でもいいや。あえて言っちゃう。まあ、ターニャにならいいでしょうっていう謎の安心感。都合のいい女なんだよ、この女。ターニャってのは、男の理想をなんかこう、詰め込んだような、都合のいい女なんだよ。そんな別に大したことしてないもん、主人公とか。あ、そうなんだ。へぇ。この機体ってね、ちょっと変わったシステムをしててですね、会話の、終わり際のちょっと間の間に、挟み込んで、選択肢をつく、食い込んでいくみたいな感じがあるから、会話を、神経尖らして聞いてないと、それに挟み込めないんですよ、会話をね。リップスを挟み入れないっていうね。このシステムね、すごくいいからね、いろんな、おい、これ危なかった。危なかった。
もう本当に油断は禁物になるところだ。こういう風にね、今の会話の止まってるタイミングで即座に X ボタンを押さないと、こうやって選択肢が表示されないんですけど、このシステムね、非常にいいと思うんで、いろんなギャルゲーで採用してほしいと思う。油断できないのね。で、何言ってたんだっけ肝心のセリフ部分が見えてなかった。安心したようだな。体調が良くなったって。でも、アザーシー自身は別にないよ。この、金髪白人みたいな。典型的なテンプレ白人みたいな。別にそんなにってわけじゃないんだよ。本当に。むしろ、なんなら、褐色、なんか民族衣装みたいなのが好きだからね。こんな、ダスビダーニャ。あー、忘れてる。あー、全然忘れてる。全然忘れてる。同じ角度で顔を傾けてみてる。はい、28日です。12月28日。北海道の12月28日。めっちゃ雪降ってる。そういや、あれですね。あの、年末とか、今年の年末は結構大寒波に見舞われて、各地で雪が降るらしいですよ。なんでね、北海道に住む方をはじめとして、西日本側の、積雪地帯の方々は、やっぱ雪に気をつけていただきたいなと思います。こちら岡山は全然雨は降ったけどね、雪は多分降らんでしょうね。そんな感じですけどね。みゃーお。あれ？変な声の猫はいない。あ、ただいまって言わないとみゃーおって言わないんか。期待とか全員攻略したい思いはあるんだけど、なんかノベルゲームのね、ゲーム実況は果たしてどうなんだろうなって思うんだよね。ゲームとして面白いとか面白くないとかじゃなくて、コンプライアンスというか、著作権というか、なんかね、制作者の気持ち考えるとね、買ってやってもらいたいなって思うのかもしれないなっていう気持ちはあるんだけどなっていうね。やっちゃってるけどな。でも、期待は、すげえいいんだけど、ドリキャスでしかできないんですよ。期待の良さをいろんな人たちにしてほしいんだけど、エゴなんだけどね。エゴなんだけどね。ただ俺が楽しんでるだけなんだけどね。なんなら自分の売名のために使ってるようなもんだよ。そういう罪悪感が常に苛まれてる。ミルクティー、レモンの爽やかな香りが、しかも、ミルクティーにレモン入れたらさ、乖離しない？なんか、シャバシャバシャバってなって。乖離しない？この疑問多分毎回ぶつけてると思う。このゲームプレイするために。そうなのよ。皮だけ絞って使うんだよ。なんか毎回小鳥にこの答えを教えてもらってる気がする。てれれん。どうしよっかな。結局ターニーにやりたいんだよ。どっちだっけ。いや、まだなんだ。とりあえず、行くところだけ教えてくれ。函館って。本当かい？函館はいいんだよ。食べ物も美味しいし、景色もいいし。マジ函館好き。でも小樽も好きなんだよな。札幌もいい。もう北海道全部好き。全部好きとか言いながら、小樽と函館と、札幌ぐらいしかわかんない。あと知ってるのはあれかな。稚内ぐらいかな。稚内も好き。北海道好きなんだよな。俺が北海道に行くことって多分ないんだよな。人生の中において、そうそう。北海道の地に骨をうずめたいと思っているぐらいだけども、北海道に縁もゆかりもないっていうね、悲しい。レモンミルクティー。こうやってダラーって喋ったら今回終わりだよ。はっきり言って。だって、この小鳥県に着いたら終わりだよ。街ブラするタイミングもない。あと3日。その間誰とどのように過ごすのか。これは結構重要な問題。ターニャ以外と過ごしようがねえんだが。まず、わしのこと、明日のことを考えよう。明日デートにする。これさ、なんか二人同時攻略とか可能なの？実態。もちろんターニャ以外にさ、なんか、あり得るの？他のキャラとかってあるのかな？なんか今までそんなことあったような気がしないんだけど、一緒に行きたい場所は、
どこに行きたいかな。今さっき言われた函館に行きたいかな。函館に行こう。函館行こうぜ。函館に行こう。函館ってなんだっけ。あるよね、そういうネタがね。函館って。二度と言わかんわ、北海道みたいな。なんだっけ、菅野がドラフトで取られた時のなんか野球みのあれか。タネに電話かけよう。プルプル。ピッピッピッ。PHS の時代。テンション高いな。俺のテンションが高いな。よくねえわ。なんかもっとこう、落ち着いたトーンでね、やるタイプのゲーム実況者なのに、なんか、ついターニーに会えると思うと、気持ちが高まってる。うん。別になんかあの特徴のある声でもないんだけどな。坂本真綾さんの声だと思うと。思うと。ガイドブックとか見るとどうなんだっけこれ。函館行ったことあるんですよね。函館は。青春18切符で北海道、稚内まで行く旅行を去年かなしてて。函館には行ったんですよね。函館朝市も行ったよ。うん。函館朝市も行きましたよ。でね、どの辺いたかな。あそこ駅かな、駅の向こう、ん、わかんない。やっぱよく見るとわかんねえな。一応、だらーっと見て、海鮮丼も食べましたよ。適当にね。でもこうやって見てみると、わかんないかな。何が何やらかな。行ったことないとこだらけだと思う。そしてこれらは、今現在もあるんでしょうかね。アジアンカフェタオタオとかさ、書いてあるけどさ。ね。これがどこなのかがわからん。あんのかね。ベイ函館とかさ。四角寮。五稜郭じゃなくて。あ、四稜郭か。五稜郭、四稜郭って。この中にある名前、あんまりなんかピンとこねえな。湯の川温泉みたいかな。うん。俺の函館。って感じです。とりあえず風呂入るか。とりあえず風呂入るか。右から抜ける。あ、晩ご飯は？晩ご飯は？でね。さて、これからどうしようかな。風呂でしょ。風呂か晩ご飯ですよ。移動します。風呂。やっぱ風呂しか入れない。いや、待って、28日に上げる動画はこんなもんだな。明日以降にも動画を上げていきます。ふう、あったまるな。旅行初日。今日もいろんなことがあったな。東京から飛行機に乗って1時間半。空港にはターニャが迎えに来てくれたっけ。小樽からわざわざ、千歳まで。遠くない？それ遠くない？そして、迎えに来てくれただけなの、ターニャは。おかしくない？それちょっと。ちょっとおかしくない？これもしも函館のことがいたら全然なんか理解不能になっちゃうよね。函館のやつはいなかったっけ？いなかったような気がするな。ダイヤモンドダストかな。北への PS2 版のやつは確か函館の子がいたような気がするけどね。あれ何これ。クリスマスの飾り、オーナメントじゃない？違うか？ああ、終わってた。よかった。それから、ローズヒルに戻って、小鳥ちゃんの入れてくれたレモン紅茶を飲んだっけ？これ何なの？このクイズは。主人公の中だけで完結してるこのクイズは何か意味あるの？クロマティー！先駆けクロマティーが、高校。そうそう、レモンミルクティーだ。紅茶っていろんな種類があるんだな。でも一番ね、なんか舌が回るのはね、ノベルゲーやってる時だよね。アザラシとして、一番舌が回るのはね。アクションゲーとかさ、クターとかやってる時ってさ、完全に頭は脳死でゲームプレイに集中してるからさ、頭回ってないんだよ、喋りの方に。焼きつくもまあまあ大概頭回ってるけどな。焼きつくのゲーム見てる時とかね。こんなもんかな。ついでにあと板電かけるか。椎名香織に板電かけよう。かかんのかな？かかんないわ。常に小鳥にいた電話かけてみるか。これ何なの？電話番号だけあるけどさ。小鳥に電話かけても多分何もねえよ。多分ね。
でね、何のための機能なのかなって思っちゃうよね。だったらダバダ占いは。ダバダ占い。はい、こちら、ドクターダバダの占い電話サービスです。あなたとあなたの意中の女の子の相性を無料で占って差し上げます。そうか。ダバナ占いについての説明を聞きますか？あれ？こんなに今までやったっけ？もちろん。ダバナ占いは、あなたとあなたの意中の女の子の相性を電話番号によって導き出します。相性はあなたの日頃の行いによって日々刻々と変化しますから、まめに電話してみてくださいね。それでは占いを始めます。よろしいですか？どうぞ。どうぞどうぞ。お金は取られるのかな？ターニャ以外と相性を占う必要ある。ダバダデンペーラウンジャラホガラから、ホガララ、エベラデンベーロ、ドンネラバダダダ、キエーイ。結果が出ました。中吉です。それではまた、うるせえ。うるせえ。中吉言うだけかよ。この手の占いのやつはさ、明日どこに行ったらなんか、イベントが発生しますとか、そういうの教えてくれるやつじゃないのか。ちなみに持ち物は何かあんの？赤い花瓶だけ。なんか、このゲームちょっとおかしいんだよ。それいるみたいなところあるよね。この赤い紙をどこで使えばいいのかもわからんしな。RPG のお使いだとしたら、これは何、死にアイテムだよ。よし。じゃあまあこんなところかな。とりあえずセーブするしかないんで。時間としては17分、まあ喋ったなって感じはしますけども。明日、明後日、しあさってとね、イルミネーションカウントダウンに向けて、夜1本ずつぐらいのペースで、期待の動画を上げていこうと思うので、よろしかったらお付き合いください。ほんなまた。また明日。